マッソーゲームズでーす。はい、皆さん今回ですね、こちらポケモンレジェンズアルセウスパート37やっていきたいと思います。まだパート1からパート36見てないよという方はですね、再生リスト作ってますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回はですね、サブ任務をね、ガンガン進めてポケモンをゲットしていきたいと思います。はい、で今回進めるのが、はい、サブ任務のこちらですね。翡翠の化身たち。翡翠地方には化身と呼ばれるポケモンが姿を現すことがあるという、図鑑を完成させるために調査をしよう。トルネロスとボルトロスとランドロスの図鑑ページを完成させ、小人に見せるということでですね。これをクリアしていくんですが、僕ね、一箇所だけポケモンね、発見したんですよね。で、あと、ちゃんとアイテムあるから、多分、大丈夫だよな。ウィングボール、あ、これお気に入りに登録して30個あればいけると思うんで、個体量発生が、え？あれ、小人に見せる。捕まえて小人に、図鑑ページを完成させて見せるんだよね。だからまずは、ちょっと図鑑を埋めに行きたいと思います。まあ、図鑑を埋めるっていうか、なんかね、ポケモンがいるので、はい、捕まえたいと思います。ちょうどね、その花マスの島で、僕普通に裏マスをゲームするじゃないけど。お。大体ですよ、起きてないようだね。失礼そうか。ちょっと島に行こう。よーし、捕まえに行くぞー。あのね、この島で一回ね、僕見かけたことがあるんですよね。いるかな？ちょっとね、そう、動画内でやりたかったから、見つけたけど一回スルーしたんですよね。花マスの島で、なんか条件とかあるのかな？出現条件とか。朝とか夜とか。おー、なんかやばいことになってる、あそこ多分。俺見て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 。ほら、いたいたいた。おいおいおい、危ねえよ。いたね。一体目。これでダメかな。はまってるし。ほら。おはは、弾かれた。いやー、何のポケモンで行ったらいいかな。ガブリアスで。ちょっと、いる位置が悪い。いる位置が。こっちまでおびき寄せたいんだよな。おお。あいつ逃げるのか？もしや。あ、逃げようとする。追い込め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 、おいおいおい、逃げるなよ。そんなところ逃げたって。え、いや、寝てるんじゃないよ、ガブリアス。嘘。やばい、そっち行くな、そっち行くな。うわー、オッケー。お、戦いなんねえのか、おい。戦えよ、せめて。おい、何やってんだよ。
しゃ、ランドロス2回やってなきゃいけないのか。まあ倒さないでしょう、これだったら。ドラゴンクロー、あ、いいダメージ。どうしよう、ドラゴンクローが80じゃないですか。切り裂くだって早技でいこうか。これだったら倒さないんじゃない。あー中途半端。いやー捕まえられないだろうなー、これじゃあ。ちょ、もったいないけど、ジェットボール。捕まるかーい。やったー、ランドロスゲット。やりましたねー。これでポケモン図鑑、多分一番下の方かな、埋まりましたよ、ランドロス。神通力、力技を見た回数とかね、もうこう書いてあるけど。はい、ということで、とりあえずランドロスゲット。じゃあ次、行きましょうか。はい、ということで、続いてなんですが、大発生来てる。ちょっとこれ見に行こう。すいません、皆さん。ここでさ、捕まえたことないポケモンがいたら、捕まえたことないっていうか、まだ図鑑に埋まってないポケモンがいたら、捕まえに行きたいじゃないですか、ポケモン図鑑埋めるために。だからちょっとこれで見ましょう。いるかな？いなかったら別にこれやんなくていいかな。あ。おー、あ、でもね、全部ほぼ捕まえていますね。で、ちなみに、このね、純白の凍土でも、先ほどのね、翡翠の化身たちが現れるんですよ。だいたいこの辺？しかも、吹雪の時にしか出ないっていうことで、これ大チャンスなんで、ちょっと捕まえに行きますか。だいたいこの辺りにいるらしいっていうのは聞いたんだけど。どこかな？さっきみたいにね、竜巻っぽいのがいるはずなんですけど。あ、雪のでしょ？いるかな。ちょっと大発生の時はダメなのかな。あ、いたー！いたー！いたぞー！発見したぞー！ちょっと厄介なんだよな、また場所が。逃げるなー。痛い！逃げろー！死んじゃう。これボールを一回当てなきゃいけないのかな。こうか。わかったわかった。ボールを当てて、バリアみたいなのを解いてか。冷凍ビームとか倒しちゃわない？まあ大丈夫か。一発じゃ倒さないでしょ。おー、ベスト霜焼け。危ねえ。絶対一発で捕まってくれ、マジで。頼む、一発で捕まれ。もう霜焼けでこの HP なんだから、一発で捕まれよ。マジでよっしゃー、トルネロスゲットー。いい感じ。ちょっと大発生もったいないけどね。まあ吹雪だったからね、これ優先しました。よーし。あと、2体ですね。あと、捕まえ方がやっと分かったから、よかった。村に一回戻りましょう。さあ、続いて。でね、ちょっと調べたんですけど、雨の時しか出現しないらしいんですよね。
だからここで雨を待つ、雨待ち。はい、ということで雨が降ってきたので探すぞ。どこかな、いるかな。あれ、お、気のせいか、ないかな。いたー、いたぞー。よし、ひるませて。なんかバグっちゃったかな、この子。おーい、おーい、いてててててくらっちゃう。おーい、こっち来いよ。あ、戻った。ダメか。当たれよ。オッケー、うまくできた。結構食らうな。倒さないようにしないとな。パワージム使ったら倒しちゃいそうだから。大丈夫でしょ、時の方向を使おう。倒しきらないだろ、さすがに。おお、絶妙。よし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 、ちょっとよく見よう。おお、捕まれ、ジェットボール。ハイパーボールないからね。やったー、ボルトロスを無事捕まえたー。よし、これで報告しに行けばいいのかな、翡翠の化身たち。よーし。で、ちょっとね、報告しに行きたいんですけど、ちょうど黒曜の原野で大々大発生があって、さらにストライクがいたんですよ。で、ストライク捕まえまくったら、もしかしたらハッサムとかも出るかもしれないなと思って、ちょっと今回この、ここ、のストライクをどうにかゲットしたいと思います。ただジェットボールがそんな作れないんだよなってのが厄介ではあるんですけど、まあでもそれでもいいか。ジェットボールでなんとか捕まえたい。よし、出ないかな。バサギリとかも出たりしないもんかね。わーい。あとはね、ミノポケモンとか欲しいは欲しいけど、まあ仕方ないな。嬉しい、バサギリ埋まりましたね。じゃあちょっと今度こそ報告に向かいましょう。うわ、すごい。また大発生起きてるけど。はい。イニシエの隠れ里に向かいます。イニシエの隠れ里。ランドロス、トルネロス、ボルトロスの図鑑を完成させたら声をかけるのじゃ。図鑑を完成させたなら、なるほど。捕まえただけではポケモンはの図鑑は完成してないってことね。はいはいはい。まあ、捕まえてるけど研究レベルが2だからダメなんだ。で、もうちょっと、こう、ポケモンの技とか使って、
ちょっと研究レベルを上げなきゃいけないっていう、そういうことなんですね。はい。ということで、ちょっとね、これは結構時間がかかりそうなので、次回ですね。次回までに、その研究レベルを上げておきますので、はい。次回この続きからね、やっていきたいと思います。いやー、図鑑がしっかり埋まってて嬉しいですよ、マジで。229、あと、8体だ。8体ですよ、あとたった。いやー、嬉しい。はい、ぜひですね、またこれからもね、ポケモンね、やっていきますので、ぜひまた皆さん見ていただけたらなと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。以上、マッソゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。